はい、絵画骨董買取プロ修華堂を改めまして絵画骨董買取プロでは美術品の評価査定買取を行っております。はい、こちらは普段査定で使用している本なんですけれども、20世紀のフランス人、フランスで活躍した作家たちの作品を年代別にですね、網羅、各作家一人ずつ、名品中の名品を1点だけ紹介して、ずっと編纂をしている本でございます。最初の作家がルノワールですね、ゴーギャン、マイオールですね、このような形でポール・シニャックですね、続いていきます。これはムンクですね、はい。そして、一番最後の途中でこういうピカソも出てまいります。こちらはマルク・シャガールです。はい、最後の作家は誰でしょう。はい、こちらですね、ベルナール・ビュッフェです。はい、このような形で、版画作品は希少、非常に希少価値が高い、そして、サインとナンバーが付されておりますので、評価も安定をしております。ぜひまずはお写真をお送りください。絵画骨董買取プロフリーダイヤルはこちらです。 LINE 査定、こちらの QR コードをご活用ください。はい、絵画骨董買取プロでした。版画作品をお譲りください。